今回はね、国産の野菜っていうのは実は実質国産ではないんだよっていうこと、日本にとってすごく重要な問題なんでお話ししたいなと思います。で、まずお見せしたいのがこの種なんだけれども、ね、この種、まあ、今年暑くてさ、巻いても枯れちゃうなっていうぐらい日照りだったんで巻くのを見送った種なんだけれども、まあ、この種の裏に生産地、種を取った場所が書いてあるんだけれども、この小松菜はね、中国で種を取ってるということです。でこっちの緑のレタス、葉っぱのレタスなんだけど、リーフレタスなんだけれども、これはねアメリカで取ってますよって。でこの赤い種は、赤いレタスの種はよいしょ、チリで取ってますよっていうことなのね。だ種っていうのはさ、いっぱいね、種屋さんとかホームセンター行けばいっぱい種があるんだけれども、ほとんど、まあ裏見てもらえば分かるんだけれども、外国産です。外国、種がなければ野菜って育たないじゃんね。その種が実はほぼ外国のものなんだっていうのが日本の農業の現状ですね。本当にだから種はほぼほぼ自給できてないと。であと他にも、トラクターを作る機械、機械じゃない、鉄が、そういう農業機械を作る金属とか、あとそれを動かす燃料とか、ビニールハウスのビニールマルチとか、ね、そういうものの原材料だって外国から仕入れてるものじゃん。原材料もっといくと化学肥料とか農薬とかなければ日本農業ってまあ成り立たないけども、この大量消費の社会ではね成り立たないんだけど、その原材料だって外国から仕入れてるわけで、っていうことも計算して含めると国内の自給率っていうのは今4割弱か 30% 後半なんで4割弱って言われてるけれども、政府の方で農林水産省の方でそう発表してるけれども、実際はそんなに高くないんじゃないの。種とか機械とかエネルギーとかのことを考えれば、実質 10% とかそのくらいじゃないのっていうことなのね。まあこれはまあ俺も十何年前、二十歳ぐらいの時にどことの学者先生に直接教えてもらって、あ確かにそうだなって思った話であって、今もそれを訴える学者先生います。で本当にさ、やばいよね。だから今の国家が、国が、政府が喋っている国内自給率4割弱っていうのは国内生産率だと思うんだよね。国内で生産している野菜とか米とかそういうものの割合だと俺は認識してるのね。国内で生産している、だから国内で自給するっていうと、自分で種とかもエネルギーとかもいざという時そういうものがない場合、生産できるものと考えて計算した方がいいんじゃないかなって。だから自給率と生産率っていうので意識としてはね変えてます。で結局のところ、まあそうやってじゃあどうしようって思うと、やはり、その種とかは自家採取をしましょうっていうこととか、肥料とか化学肥料とか農薬に頼らない有機栽培をやって、自分で草とか集めて堆肥を作る方向に行きましょうと。だったり、あとは機械とかも、まあ機械はまあしゃあないとしてもね、大事に使いましょうだよね。しょっちゅう買い替えるんじゃなくて、大事に、まあ大事に使、みんな使ってるけれどもさ、もっともっと大事に使って長く使っていきましょう。もしくは人力でできるところは人力でやるとか、耕すのも否定している自然農とかをやるとかね、そういう方向でね、なるべくなるべく耕さない方向に行って機械を使わない方向で行けるようにとか、ね、そういう方向でいう栽培をに行かないと、どうしても自給率ってのは上がらないんだろうなって思うのね。まあ自給してなくても他国と仲良ければ、まあ、輸入すればいいと。まあ確かにそうなんだけれども、今はもう異常気象っていうものは世界中で起きてることであって、世界中で食べ物の取り合いになるわけだ。でそうすると日本っていうのは結局、まあ国策、政府の方針が、政策ミスか、で政策ミスによって結局経済力がずっと落ちてきてるわけだ。経済力が落ちるってことは、まあお金がないってことで、お金がなければ他国から持ってこれない、買い負けてしまうと。アメリカ、中国とかね、ヨーロッパとか力のある国の方に負けてしまうと、ね、経済力を脅してしまったから、だからその輸入に頼るっていうのもちょっと危うい
だから自給率上げていかないといけないねって、まあ、結局それが食料危機につながっていく、いろんなことが裏目に出てね、今までやってきたことが食料危機につながっているということになるんだけれども、で実質本当に種がさ、ね、本当に種が、国内のもの、国内産ではないから自家採取やってほしいなって、なんか まあ、その動きまでね、なんか種苗法だかなんだかの改正で一時期すごい騒いで、俺もどうなんだかちょっといっぱい勉強したけども把握しきれないんだけれども、自家採取を絞ろう、縛ろうよ、絞ろうじゃなくて縛るようなね動きもあったりするし、ね、種が取れない、じゃあ外国の種を買うしかないっていう方、またそういうことになっていくじゃん、まあ、そういう種の市場を国外に開放しよう、市場開放しようとしてるのかなって感じもするけれども、結局日本人のためにならないじゃんって。俺は一応自分で食う分はじゃがいもとか取りやすいかぼちゃとか、まあ、他にも種取りとかしてますし、あとはその植えとけば 何回でも取れるニラとかミョウガとか山芋のそのムカゴとか、そういうふうな一回植えればずっとそこで、まあ、栽培取れる、植え替えすればいいだけの野菜とか種取りしやすい野菜とか一応ある程度ストックしてます。外国から種が入ってこなくなっても生産をね完全にゼロにしなくてもいいようにってことで俺はやってますんで、だから皆さんも種取り、家庭菜園やるって時は種取りも考えて、あとはヤドネグサツが多年草の野菜、多年生の野菜、その年で枯れてしまう野菜じゃなくて根っこが残ってまた出てくるような三つ葉とかみょうがニラとかそういうものとかやってみて入れてほしいなって、家庭菜園に庭にプランターにでもね植えてほしいなって思いますし、でまたねその自分だけで家庭菜園だけで作れるわけじゃないからスーパーに行くと思うんだけども、その時に売ってる野菜を見て、ああそういえば佐々木がなんか言ってたなと、種は外国産なんだよと、それで肥料も外国産、農薬も外国産、使うトラクターも原料、そういう原材料も全部外国だと、ほとんど自給できてないんだと、手に持った野菜が1キロあったらそのうち9割は外国のものなんじゃないかと、自給率は自給できてるのは 100g ぐらいじゃないかとか、そういう意識をちょっと持ってほしいなって思います。でそういう風なさ、やっぱこの状況っておかしいよねって思う人って俺だけじゃないと思うんだ、結構いると思うんで、知れば知るほどやっぱあれおかしいよねって思う人はいると思うのね。近くの人に喋ればやっぱり、あなんかそういえば確かにそうだね、変だねっていう人もいるから、多分皆さんもそう思ってくれる人もいると思うんだ。だからそれを思い出して覚えておいて、そういうのを意見として出せる機会があったら政府とかでも近くの議員さん、市議会議員とかそういう規模の小さいところの、ね、国会議員じゃなくていいの、その身近な議員さんでもいいし、まあ、議員じゃなくてもいいの、政治活動してる人でもいいし、これ俺問題だと思うんだよねって言って、その声を上に上に上にって上げていくようなね、だから農林水産課とかさ、そういうところの市役所の人とか県庁の人とかでもあったら、こうじゃないとかね、それでもいいし友達でもいいし、そういう話を広めて、やはりこう自給率を上げていく、自給率を上げるっていうことはやはり国民を守る、国を守ることになるから、農業で食べ物ね、ミサイルがいくらあっても、まあ、国を守ることにもなるかもしれないけれども、なるけれどもね、攻めてきた時迎え撃つっていうので、ね、なるかもしれないけれども、食べ物がなければ、ミサイルが何百何千何万とあっても、食べるものがなければもう負けなのさ。だから自給率を上げていくっていうことで、そういう種とか資材、肥料、機械、エネルギーとかいろんなそういう問題ね、それを上げていく、できないところはやはり外交で仲良くして輸入できるようなルートを確保するっていうような政治だよね。結局政治になってくるんだよね、この農業の問題ってものは。大概政治がちゃんとやらなきゃダメなんだけれども、残念ながら今の政府には俺は期待はできないなっては思ってるんで、まあそれは個人の自由さ、いやー今の政府はすごくいいって思うのは自由だし、俺はそうは思わないってだけの話で、それを強制する気もないんだけれども、そう思ったなら、やはりなんかこう声出すとか、まあ ツイッター、まあ今の X がとか Facebook とかでもいいし、近くの人に喋るでもいいし、ね、そういうふうな意識を持ってもらえる機会になったら俺はいいなと思って動画を撮ってたんで、とにかくその食べ物を手に取った時に、これはどういうふうに作られてるんだろう、
ね、この人参は、このリンゴは、このお米はどういうふうに作られてるんだろう、種は何なんだろう、肥料はとか農薬は、使ってる機械はエネルギーはっていうようなね、そういうことを考えるきっかけになってほしい、本当に考えてほしいなと思うんで、だから本当に自給率は低いよっていうこと、これを上げていかないと俺はいけない、国防の観点からね、そういうふうに国の方もお金を使ってほしいと思うし、でそういう活動をしてる人とか、そういう種をね、国内生産しようっていう会社とかには減税しますよとかね、そういうふうな活動もした方がいいんじゃないかなってね、補助金で配るくらいだったら最初から取らないでよって思うしさ、ね、そういうふうな政策もやってほしいし、そういうことをみんなで考えていかなきゃいけないのさ、自分は関係ないからいいんだじゃなくて、みんなで考えるべき問題だと思うから、それを考えるきっかけになったら俺はこれほど幸せなことはないなって思いますんで、日頃からみんなもちょっと考えてみてほしいなと思っています。よろしくお願いします。